んにちは、セナスケです。今回はですね、みんなの憧れメタリックカラー。はい、メタリックカラーってめっちゃかっこよくてさ、塗るだけでもうキラッとかっこよくなる、すげーっていう塗料なんだけど、案外さ、こう塗っていってみるとさ、なんかスランプに陥ってしまったりとか、初心者の方でもあれ結構難しいぞこの塗料って感じる方多いんじゃないかなと思います。確かにツヤが出て綺麗なんだけど、なんかムラが出てるような、なんか塗装面が荒れてるようなとか、そういうお悩みを抱えている方結構多いように感じます。なので今回メタリックカラーの解説していきます。でね、こういう風に使えばいいんだよとか、こういう風な、ワンポイントアドバイスみたいなのがあるんだよっていうのをね、お伝えしていきます。今回使っていく塗料はですね、シタデルカラーでございます。シタデルカラーは水性塗料で、水で薄めて使える、そして匂いが少ない、そして乾くのが早い、安全性も高い、とてもね、優れた塗料となっておりますので、ぜひね、シタデルのメタリック塗料使ってみてほしい。とっても綺麗ですよ。それではやっていきましょう。ナイトガンダムくんの盾塗っていきます。で、今回使っていくシタデルカラーはこちらのシルバーでございますね。とっても隠蔽力の高い優れた塗料となっております。では下地スプレー拭きます。じゃじゃーん、こんな感じで拭き終わりました。シタデルのケイオスブラックスプレーを使用しました。下地スプレーを使うことで色のノリだったりとか、塗膜の定着力っていうのがぐっと上がります。それではね、シルバーで塗っていきましょう。まずやること、それは上下にシャカシャカシャカと振ります。よく振ってください。めちゃくちゃ振ってください。こんな感じで、中身がとろーっとした綺麗な滑らかな、塗料が入っていたら正解でございます。シタデルカラーは基本水で薄めることをおすすめしておりますが、今回のシルバーのようなメタリックカラーにはこちらの専用薄め液ラーミアンメディウムを使っていただくことをすごくおすすめしております。はい、こういうね、半透明の液体、これで希釈して塗っていっていただきたいです。じゃあちょっと実験してみましょうか。2枚のパレットにそれぞれね、シルバーを出しました。で、片方は水で薄める、片方はラーミアンメディウムで薄めるということをしましょう。今はね、水で薄めました。はい、こちら水で薄めた状態です。かなりね、こうシャバッとして中のキラキラ粒子が動いていますよね。ではラーミアンメディウムで次は薄めていきますね。スポイトを使ってポトッと、一滴落としました。で、これでぐるぐるぐるっと混ぜて、あら、滑らかじゃないでしょうか。比較してみましょう。じゃじゃーん、こちら水で薄めたものとラーミアンメディウムで薄めたもの、違いがわかりますでしょうか。水で薄めたものの方がね、すごくね、こう粒子が動きまくっている。そしてラーミアンメディウムで薄めた方はしっかりと定着していますよね。さらにね、ラーミアンメディウムは塗料に入れてあげるとね、乾きがさらに早くなるというね、性能がありますので、より、モデルに塗った時にシルバーの粒子が、定着してくれます。ということでね、ラーミアンメディウムで薄めた塗料で今塗っています。ちなみに薄めた割合はですね、塗料2に対してラーミアンメディウム1でございます。先ほどね、スポイトで1滴ポトッと落としました。ね、ちなみにメタリックカラーはですね、薄めすぎると中のキラキラっとした粒子がすごくね、一箇所に偏ってしまったりとか、溝に落ちて流れてしまったりとかで、ツヤ感が出にくくなってしまうことがありますので、必ず薄めてほしいんですけど、薄めすぎは注意です。それでは5分乾かしましょう。はい、しっかりとね、乾かしました。ちなみにメタリックカラーだからといって1回でね、塗りは終わりませんよ。しっかりと重ね塗りしていきましょう。今ね、2回目の、塗りでございますね。今使っているシルバーの希釈具合はですね、先ほどと同じです。1回目塗った時と同じで、塗料2に対してラーミアンメディウム1の状態で、塗っております。はい、でね、綺麗にね、もう色が定着してる、ついてるなーっていうところはほっといて、下のね、下地の黒色が出ているところを中心に、塗っていきましょう。
はい、こんな感じでね、黒色のところを埋めていくような感覚で塗っていってあげます。今回ね、使っているシルバーはだいたいね、2回目の重ね塗りで綺麗に仕上がるのではないかなと思いますけども、2回塗ってもなんか綺麗に仕上がらへんという方はですね、じゃじゃん、こういう方法があります。仕上げです。仕上げにドライブラシというね、技を使ってみましょう。はい。ドライブラシは、平筆やドライブラシ専用筆の筆先に塗料を少しつけてから、ティッシュにこうやってね、わーっと拭き取ってあげます。で、筆先にわずかに残った塗料で、モデルを優しく優しく塗っていってあげます。これでね、かなり綺麗に、表面も整うのではないかなと思います。そしてね、色もしっかりつきます。でね、ティッシュで拭き取る工程、あれをね、絶対にサボらないでください。あれサボるとね、ドサッと色がついちゃって、ヒャーっていう取り返しのつかないことになることもあります。はい、シルバーの部分、青色部分、黄色部分、完成しました。で、ここからちょっと面白いことします。はい、こちらのゴールドと赤色の塗料を使っていきます。まずはゴールドを塗っていきますよ。この剣の宝石部分にね、ゴールドを塗っていきます。丸く丸く、優しく丁寧に塗っていきます。はい、こんな感じ。OKOKOK。ペタ塗りでしっかりと色を全体につけました。はい、こんな感じです。じゃあね、この後、重ね塗りしていきます。はい、重ね塗りで使う塗料は、じゃじゃん、こちら、シタデルのね、テクニカルという種類の、ちょっと変わった塗料。そう、宝石塗りをするための塗料なんです、こちら。トロッとしていて、そして乾くと、ツヤが、ピカーッと出る塗料なんですね。で、こちらはですね、水で薄めずに使っていきます。そしてね、塗る時のコツは、色をね、こう持っていくような感じ。結構ね、もったりとした塗料なので、盛るイメージで、塗っていってください。はい、こんな感じで完成しました。いかがでしょうか？気に入っていただけましたか？いかがでしたでしょうか？今回の動画が皆さんの参考になっていたら本当に嬉しいなと思います。この動画を見てメタリックカラーとのこう歩んでいく道をよりこう豊かに楽しくハッピーに皆さんがなってたらとても嬉しいです。はい。ということでね、今回はこんな感じ。あ、そう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 。宝石塗りをしようっていうところもあったでしょ？あれも結構面白いと思いませんでしたか？宝石塗り用の塗料を使って、ツヤっと、まるっとしたね、宝石感を表現しました。あれね、すごく面白い塗料なので、ぜひチェックしてみてください。で、今回使った塗料はすべてシタデルカラーです。またね、いろいろな解説していけたらいいなと思っておりますので、ぜひ皆さん今後も動画いろいろとチェックしてみてください。それでは、高評価&チャンネル登録、そしてコメントをいただけると嬉しいなと思います。ではね、じゃあね、またねー。